こんにちは、ストリートドラマーリエイです。今日は新潟ストリート2日目、しかも実は今日はゲリラということで一切告知をしていないです。で急遽企画を考えまして、今日はその企画をやりたいと思います。題して1時間このまま突っ立ってて私のことを知っている人が来るまでドラムを叩きまってーん。ちょっと待って、はい、ちょっと今からね1時間ずっと立ってます。座るかもしれないんですけど、で誰かしらね声かけて、リエイさんですかっていうね声が来るまでずっとここで待ち続けるという企画です。ありがたいことに YouTube 10万人登録いけまして、新潟でね1人ぐらい私のことを知ってる人がいるんじゃないかなという望みを持って待ち続けたいと思います。今ね4時半、ちょうどなんかいろいろ終わってみんな帰宅する頃ですね。目標は10分で声かけられたらいいなと思っております。それでは期待しながら待ってみます。さあスタート。4時26分です。実はもういる、まあ、喋ってます。なんでちょっとは入れといてよ。全カットやめてよ。少しは入れといてよ。結構ちょくちょくね通る方はいっぱいチラチラ見られるんですけど、もしかしたらね声かけないだけで知ってるかもしれない。まあそこはあれだよね、それだけの知名度話しかけたくなるくらいですね。要するにそういうことですわ。知ってるけどまあいいやっていう方もいるかもしれないし、あーリエイさんだって感じでね話しかけるのを期待しておるのですが、5分経過でございます。ずっとさここにさいる人がさモスコの中にいたわさ。あの人なんでずっと立ってなんで叩かないだろうってずっと思ってるよ。さっきからずっと立ってるビールドラムセットしといて何も叩かない。お、楽器持ってるのがこれは期待だ。期待ないか。あん中にドラマーがいたらワンチャンするかじゃないか。追いすぎていった。知ってたみたい。知ってたしドラム聴きたいなと思ってずっと先に見てたんですけど、ずっとなんかなんかことやりながらずっと永遠にストレッチ。何時までなんだろうストレッチ何時までか。ありがとうございます。ということで開始0分で、まあ、一応今ね17分くらいだね。声かけてくれるまで17分ということで、0分から知ってる方がいらっしゃったということで、他の人が誰か話しかけるかなとか思いながら、まさかのスタッフの皆無の方に話しかけて、あでも気を使っていただいたということでありがとうございます。せっかくなら1曲なんかリクエスト叩こうかなと思うのですが、なんか自分なんか僭越ながらちょっとだけラップやってまして、おー一緒にちょっとラッパー使えるレベルの動画になるのかわかんないですけど、ダメだった全カット、その後全カットの流れとかあるじゃないですか。
せっかくならちょっとお願いセッションしましょうよ。いいじゃんいいじゃん、いい流れ、すごい。バトルしましょう、バトル、バトルします。セッションバトル、はい、セッションバトル、まあ、はい、まさかの出会いや、マジか、すごいな。嬉しい。なんか1時間ぐらい話しかけられないかったらどうしようと思ってちゃった今。いや、なんならちょっと話しかけるの緊張するし、このまま帰っちゃおうかなと思ったんですけど。あ、よかった、帰らないで。せっかくなら一期一会だし、あんま来ない。素晴らしい、帰らないってよかった。すごい、スティーブル結構すごいな。一回これはこれでやろう。それ全部狂ってるわ。じゃあ一回落ち着きましょうか。ちょっと流す感じでゆったり、ああ本番とか思わずにゆったりやっていいですか。もう本当に、はい、もう本番とか関係なくストリートなんで何でもありっていう感じで、もう失敗成功もなしで。Yo, check. One, two.ラッパー的にはちょっぴり乗りにくい人だけど、どんな人でも乗れるのがラッパー。生半可ではないけど、味方のお酒は飲みましたか。生半可ではないけど、まあ酒鳴らさながらタンタカタンタンタカタンのリズムビートにも乗せながら、さながらここストリート、俺のライフさながらクソニートみたいなもんだけど、自分自身でやってる。こいつがヒップホップヒップホップヒップホップムービー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 。新潟駅前昼間にこんなラップするのはあんま慣れてないけど、ちょっぴり声も張ってる。うん、そろそろ季節は春過ぎて、夏秋冬春夏秋冬、ストリートつながる文化宗教も超えられる。こいつがミュージック作り出してく、こいつがブルーグルーブ。震えてんと足震えてんと手なんてあるし、言われちまうかもしれないけど、そこら辺みたいなラップしてと思って、していかんけなんてないぜ。イラップだって全然していたいね。固定概念とらわれたまんま、そんな中でこんな出会い、そんな一期一会に感謝感激。どんぐらい続けていいのか分かんなかったから、ちょっぴり遠慮しがちな俺はちょっぴり遠慮とかせずに言っていいらしい。さすがストリート、東京だったらやってた池袋、池袋のフローを見せるフローなんてありきたりな陰謀、踏んだりなんだかんだ言ってる。昔は古代東京でライフ共存してた。1年半前からこの新潟バスが来る街、いつものようにこんな感じフリースタイリング。ちょっとミュートされてるドラムの響きとかもたまには珍しい。こいつもいい感じ。俺さらから実際一般人かもしれない、頭はチンパンジーかもしれないけど、これ、話しかけるのはさながらバンジーみたいな、清水の舞台から飛び降りるみたいな。緊張緊張緊張でいいがひっくり返って出そうになんかもしれないけど、そのまま死んでくわけにもいかない、いかない。田舎道でいなさい言葉を吐き連ねてる、吐き連ねてる。足はブルブル震えてさながらバイブレーション、やばすぎるこいつがセッション、社会説法だったら聞いても人前でこんなセッションみたいなフリースタイルセッションだとしてもまだまだやりたいところ、セッションなんて車かもしくは戦車か劣化車なんて言ったのはシンベイターさんかもしれないけど、この場所で死んでいる神殿ツーバーピーってなってるかもしれないけど、アンペンダー上がり続けるぜパラメーター。ハンカそうかナンバーハンカハンニハラ見た、見たらし団子、ここだったら昨日だったらその団子だったかどうかは知らないけど、新潟市田舎道道なき道今 OMC 水月俺も今ここいやラップ始まった瞬間めっちゃすごい、まあまあまあ、そうですね、最高です。ビート即興ですよね。即興ですね。そう、最初あえてゆっくりで始めてみたんです、はい、
やっぱラッパーの方って速いビートの方がやりやすい。あのゆっくりジャズっぽい感じで来るかなと思ったらダンダカダンみたいな感じで来た。ダンダカダンダンダカダンみたいな新潟っぽいかなと思って。普段あんま乗らないけど乗れるぞと思って。あっこえー。ちなみに、活動名は MC 水月って名前で。水月さんしてます。声かけていただいて、水月さん素敵なラップ。左のケツが超震えてる。左のケツまだ震えて大丈夫？大丈夫？すごいね。え、でも全然素晴らしいラップでした。こういうのやりたいみたいな今ありますか？こういうのでこういうリズムが良かったとか。ジャズ系ってどういうの？ジャズ系いいっすね。え、ラッパーの方のジャズ系と。あ、でもジャズっぽい感じ。ジャズ？普段ジャムセッションとかやるとしたらみたいな。ああ、逆にお前そろそろ帰れよとかあったら言ってください。あ、全然楽しい。今使命がある中でやってるぜ。オーライトンミー。ウォー、イエーイ。3時間ぐらい続いたらどうしようかと思ったんです。いやどこで切ればいいかなみたいな切りどころを探しながら。おー、ずっと声出し続けるってすごいですね。そうですね、マイクないと。おーナス。いろんな用語が出てきて、ヨコとか。そうですね。ヨコちゃんのとこ入れてくれ。ヨコいるなと思って。ちゃんと聞くと、こいつなんかちょいちょい同じ言葉出てね。え、なんかすごいね。ドラムとラップだけでやるのいいですね。あんまなかったですよ。ちょっと前にこのツアー中に実はラッパーさん、芸人のラッパーさん。たまたまちょっとやらせていただいて、でもジャズのラップ初めてでした。ジャズのどういう展開にしようみたいな考えながらやるのが面白かったです。次やった時はもうちょっとこういう感じの即興も期待なし。全然すごかったです。私はいろいろ考えても全然ちゃんと喋れないんで、はい、即興でそれ言葉ボンボン出るのがめっちゃ羨ましいです。水月さん、なんと今日はこの企画、私がカメラを多分回した時にいらっしゃったということで、はい、通りすがりました、はい、じゃあ0分で17分待ったらラッパーに話しかけられたらいいんじゃないですか。17分待ってやっと、まあ、0分の時いたけど、0分の時には一旦遠巻きに見て様子見て誰も話しかけないしなと思って、あんま言わない方がいいということで、結果は17分で声をかけてくださったということで、知ってくださっててありがとうございました。水月さん、よかった、企画倒れにならなくて。これ誰にも話しかけられなかったらこの企画も終わってたんで。ナイス。いや、よかった、話しかけて勇気出して。みんなもぜひコメントを待ってます。どうでしたか？これ初めての企画だったんですけど、全国でどっかでやれたらなって思ってますので、見かけたら声かけてください。ぜひお願いします。これからも頑張ってください。音楽活動。